え？きついじゃなくてそこにいろ。動け！動かないっす。じゃあリュック下ろせ。そうです、そうです。1名です。いいから、そのままにしとけ。はい。そこ座れ！ここでいい。はい。おい。お座り！はい、どうも。いつも展開ブリブリさん生まれ23歳、ギャルニーソンです。ヤクザ店長始まるよー。僕は中学生です。はい。中3です。中3に、ね、県外で確保中。ちょっと、店員一人しかいないんで、ちょっと大至急誰かよこしてください。とりあえず。きついので、ちょっと。きついじゃなくて、そこにいろ。動け！動かないっす。じゃあ、リュック下ろせ。はい、下ろします。リュックそこ座って。新書で出します。そうです、そうです。1名です。いいから、そのままにしとけ。はい。はい、大好きお願いします。名前言え。僕は、中村瑠衣です。ああ。田中歩夢。そこ座れ！ここでいい。はい。おい、座る。お座り！バイトダンスで。よろしく、車を立て。手は前に置け。やるように。わかんないと思ってんの？なあ。お前らがやろうって言ってたの。お前戻したもんな。取ろうと思ってて順番にな。全部カメラで追って見てるんだよ。よく言うよ。こっちでジロジロ見られたから戻しに行ったくせに。しっかり前にカメラで映ってるぞ。なあ。そうだろ？で、だからさ。見せられる映像はここまで。この後、警察に身柄を引き渡しました。この少年たちは万引きで捕まったのは今回が初めてだったそうです。子供だからといって甘く見てはいけません。彼らは偽名を使ったり下見をしていたりと悪質なので、今回店長は厳しい対応をしました。担当の警察官も悪質性をよく認めていました。警察官にまで偽名を使うとさらに罪が甘くなります。絶対にいけません。水のように優しく花のように。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ゲロ兄さんのモチベーションアップにつながります。